はい、弘前城天門です。まあ、ここから堀をですね、見ると大きさが分かるんですけど、三重の堀、それといくつかの大きな門と、天守と、非常に見どころたくさんということでですね、日本百名城、桜の名所でもあり、まあ、周りもですね、桜の時期来ていただいた方はよく分かると思うんですけど、素晴らしいですよね。まあ、他のもちろん弘前近郊でもですね、波岡城とか、桜の名所っていうお城はいっぱいあるんですけども、まあ、ここのやっぱり桜の数、規模、あと城地の広さ、そういうことについてはですね、まあ、やっぱり一番、津軽地方で一番のお城ではないかと。もちろん日本百名城ということもありますのでね、はい、こういう感じで立派な大手門です。まあ、堀とかもね、よく見ると本当に、壮大というか大きいですね。とても10万石のお城とは思えないですよね。こんなに広大で、まあ当時のことはよく分かりませんけど、戦を考えていたんでしょうかね、もしかしたら分かりませんけど、はい、弘前城大手門でした。